少ないよ、多分。オッケーオッケー。中、中入る。1枚、1枚、1枚。もうバレけ、バレけ。やばい。6だ、めっちゃだ、めっちゃだ。あと、本当に20とか。え、待って、最悪。ナイス。ナイス。え？さっきのあの、回収、回収。多分最後の、うん、回収だね、これ。あ。左側がいるか。120。え、ホライゾン120、今。これワンチャン勝たれてさ、詰めね、これ。右側、右側。いやいやいや。行かね、これ。行っといて。ちょっと一生遅れてる。まさかまさか。まさかいるこれ。まさかできるよ。70、70、まさか。できた、できた、できた。やっぱ、まさか、出てる、出てる。左出た。ゆっくり。待て、もう向かうからも来るからね。パイロック、パイロック。ゆっくり、ゆっくり。俺の番があるとこれ。左側、左側、進んどって言ってる。左注意、左注意。全見てるよ。こいつは撃たれてるよ。片人死んでる、片人死んでる。左のパーティーやられてるよ。ゆっくり、ゆっくり。バスナーが取るだけでもいいよ。バスナーが取るだけでもいいよ。ゆっくりよ、ゆっくりよ。そして俺は大丈夫。パイロも耐えてなくて。そっちに待った、待って。にある、にある。ここ張り付きね、ここ張り付きね、こうやって撃たれてる。めっちゃめっちゃの、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 これ。出てもいいよ、これ。あ、やば、待って巻いたかも、待って巻いたかも、それ。どうするの？やったやったやった。ゆっくり。さっきのブラーパーティーだよ。ブラーパーティー。マジでゆっくり、マジでゆっくり。ドーム側から別来るから。左見てるよ。ドーム側の進展、偏るって書いてある。ゆっくり、落ちて。マジ、ごちゃごちゃになってるから。赤ピール、赤ピール。おねこね。結構出てきてる。右いる。右、右、右、右。ホライゾン。多分ドーム側の展開。ドーム側引いた。一人いた。いる、二人いる。ドーム二人いる。一旦中で巻くね、俺。一旦チルして、一旦チルして。あと一人ここじゃない？え、あと一人だよね。あと一人。わかんない。右の、俺の、手前の家の、と、ん？じゃ岩にホライゾン、今一人いたから。ホライゾンね、なんか、ホライゾンやった。いや、ホライゾン俺やったんだよね、最初のパーティーは多分。いや、なんかいたぞ。じゃあ別、別じゃない？いや、干されたんじゃない？いや、核、入ってるけど、ね。一瞬当たるわ。バスないから。まあ、ない。バスね。出ないです。読むだよ、読むだよ、派手な。体中いるよ、体中の奥いる。アンチ。たくさんのど真ん中。うん、俺んとこもマジでやばいよ。マジ怖いね。体中ってここだ。マジで、俺いるわ。ちょっと、いいよ、ゆきょう、なんかフェンスとか張りに行っても。俺左見るわ。オッケー。めちゃめちゃ強めで抑える。右下からの、そこの、そこが。ここが嫌だな。初めての左、左、左打って、ホライゾン中。多分これ。ちょっと右出るよ、俺。うん、これワンチャン。3-4-3ラストかも。待って、寒たい。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。一回下がろう。俺らめちゃめちゃアンチ強いから、右サイコンさせなければ俺らチャンピオンだよ。こっち側サイコンさせなければ。みんなウルトの状況は？俺回復ゼロ集め。上がる上がる。オッケー、オッケー。一瞬一応一枚余るけど。これ何？どんなかいいの？いない、いないと思う。めっちゃ奥ね。奥の殻から出てる、これ。こっちから見てる。右、右押さえたい、こいつら。うん。まあ、木刀。でもこれさ、賭けじゃないワンパン。賭けってか少ないよ、ね。多分少ない。じゃ正面のホライゾンパーティーと、じゃあ潰し合いかも。うん。な、あの、殻外らへん？これ左側にいいんだよね。で、展開がいるんだよ。これ右の車線で事故りたくないから、カーテン切ってもいいよ、どっちかに。おいのち。右の点、めっちゃろ、これ。あってがねえんだよな。ワンパン終わった。これサブタイだよ。サブタイ。え？さあ、どっちかに勝てたり、せんでもいいよ。左、左いる。バッテリーめっちゃろ。これ行こう、これ。左行きたいな。左行こう、左行こう、左行こう。左行こう。左行こう。勝ってほしい。ナイス。左バンガー。バンガーてる、バンガーてる、バンガーてる、バンガーてる。お前、強くね？俺うまい、俺うまい。こっちやってる、こっちやってる。左行ってる、左行ってる。バレてる、見つかれてる。行ってほしい、それ。何も見えません。いけるそれ。行けの、一人。お願い、お願い。3本目。行くわ、それ。やばい、これ俺。俺の。あんまさっぱりよ。何、割ってる、割ってる。語り座ってる。いや、もう無理。語って。いや無理だ。マジか、それ負けんのやべえ。いや俺何も見えないし、バンガールとかやってるからもう無理。いや俺も左行けねえわ。惜しかったな。スタンクやってでも惜しかったわ。俺ちなみにホライゾンの方行ってたよ。俺めちゃめちゃ強かった俺。ちょっとホライゾン乗るべき。いや本当に俺してマジでね。ちょっと俺無理だね。スタンクラってめっちゃゆっくり歩きながらホライゾンに打たれながら行かないと普通に多分死ぬな。いや、絶対これいけだよ、サクさん。めっちゃ迷ってるもん。右行くか左行くかで、俺が行ってって言ったタイミングで。迷わず多分行ってれば多分いけだよ、これ。項目でスタンもらってさ、もう目の前の車両のとこだったの。サクさんが一瞬左見てさ、うん、あそこの前にいたかな。俺、なんかもう何もできないな。立ち位置が。まあでも左行っても俺やられるし、サクさんのカバー行ってたんだよな。青コン使えないような片壁たけてたら、まあ左は食えたかもしれない。お、なんかモニター落ちたんだけど。でも左、のカタリストの位置分かんなかったでしょ、最初。めっちゃろこれ。分かんない。
全然わかんない、カタリストの位置も。待って、モニターがやべえ。ちょっと待って。高政が戦ってるっていうのは知ってたけど、バンガールと食らいながらカバーに行こうと思ったけど、シンプルに俺、スタン食らってるから、敵の場所わかんないのに、そっちの方に走ってっても、敵見失ってるから、なら勇気のカバー行った方がいいなと思った、あれ。でもデジ持ってないやつはね、無理だよ。左のピン俺見れてなかったな。ピンしてたよ、多分。そのピンが見れてなかったわ。多分俺とサクさんが勘違いして、ホライゾンが左だと思って、行ってるのがあれだね。俺右2枚左1枚で、左がバンガロール1枚の展開だと思ってた。このカーテンで右2枚とバンガロール。あ、押してなかったっけ？ちょ、見よう。いや、ピンはしてくれてる。だからそのピンを見逃してるのはちょっとよくて。まあ、ピンだけだったからな。分かりづらかったの分かりづらかったで、俺は一応報告してたから。いや、でも申し訳ないな。火力出してくれて、俺、マジで今のファイト40ダメぐらいだったから。俺、ホライゾン120入れて、ね、バンガ170、カタリストにも230ぐらい入れてる。その気持ちは非常にわかります。なんでやれねえやっていう。シンプルに俺は今のファイトマジで噛み合わなかった。カバー意識も別にないわけじゃなかったから、カタリストと打ち合ってる時に俺そっち側に体寄せてったけど。逆にどうしたらよかったんだろう。もっと俺がうまく伝えればよかったかな。絶対今のは負けちゃダメだと思うし、どうしたら負けなかったのかをだったら考えたいな。まずサクさんがピン見れてないのと、左の赤ピン俺も見れてなくて、サクさんのカバーに行ってるの俺が良くない。ファンがやった後カタリストのがそっち側にいるっていうのが分かってれば、まあさすがに俺はパーテンで分断してたから、そっち側にすぐフォーカス切り替えられてたけど、ピンがもう刺さってるから、片壁焚いた時点で、もう3人で左、高松のピン、赤ピンに行くべきだったの。俺は本当に何もやってない、俺がソーリーだな。いや、まあ何もやってない、何もやってないから負けたじゃないから、今のだったら。何をしたらよかったのかを考えた方がいい、絶対に。今ので勝てないんだったら。まあとりあえず大会終わったらやりましょう、それは。まあでもこれあれだね、ピン見れてないのが全てのあれな気がするわ。ピンが見えてないっていうことで、逆に言ったら俺もちゃんとした報告ができてないから。正確な位置情報、うん、俺ハリツキとか、うん、俺が正確な位置もちゃんと言えてたら、まあね、多分変わってたんだろうし、左の位置は共有できてたら壁の焚き方も変わったし、フォーカスも変わってたから、まあ、ちゃんとピン見て報告聞いた方がいいな。いや、俺のもちゃんと言うべきだったね。ちゃんとした報告を、ピンだけじゃなくて。あとはこの状況で多分俺が1枚ワンピック取れたから、俺がアドレナリン出ちゃってめちゃめちゃ勢いよく行ったけど、もうワンピック取った時点で1枚下がるでもよかった。理解したけど、でも全然下がれる位置やったから、まあ、サクさんでもこれ行ってほしいって言われたやつ行った方がいいかもな。まあ、でも行ってほしいって言ってるやつがどこか分かんなかった。多分そうだね。俺の行ってほしいがどこか分かんなかったし、目で多分状況分かんなかったから、勢いのカバーってなっちゃったわけで、多分俺が結構あそこでアドレナリン出てたから、もうやってみたいな感じになっちゃったけど、あそこで俺が一旦、まあ、1枚やった時点で、黙って、まあ、もく耐えて、ちょっと、チルすれば、それでもよかったとは思う。もう一枚いるっていうのあったら、多分、変わったな、多分。左側に？そう。多分俺ら、まあ、そうだね。左の一枚が死んだと思ってるから、2だと思ってるから。だから多分、最初の時点の、俺の報告で、左側の敵を二人は分かってなかったから、俺がもっとちゃんと左側に、いるっていうのを伝えて、いれば、多分、事故らなかったし、俺が一枚やった時点で、俺がチルするのをやっとけば、それもそれで多分変わったと思う。基本何もできないときはちょっとゆっくりゆっくりってコールはした方がいいな。確実に俺はマジで何もできないシチュエーションだったから、あれは。バンガールとも踏んで、敵の位置も分かってなくて。ってなってるときに多分どっかでファイトしててもカバーは無理じゃん、物理的に、あの足の速さで。うん。まあもう誰でもいいから本当に戦えないとかゆっくりやってほしいときは、ゆっくりゆっくりっていう声かけ一人絶対入れるのと、人数より取ってるからさ、絶対にゆっくりやって足並み合わせて戦えば絶対に勝てるじゃん、ああいうファイトって。うん。うん。いや、そうだから、マジで、チルをした方が良かったとは思う。うん、まあ、正味もうワンピック取った時点で、俺はなんかもう、心に余裕出てて、もう 3-4-2 普通にやれば勝てるやろみたいな感じで言ってたから、でも、バンガールと踏み、カバーも絶対できません。僕中で敵も見えません。ってなっちゃってたから、やっぱり、一旦落ち着く。前もさ、なんか、俺らがワンノック取った後、モニュメントでメルトセラと俺で2オン2一気に仕掛けに行っちゃって、あの後負けちゃったじゃん、ギョフられて。絶対にあれも行く必要ないじゃん。行ってもいいけど、行くにしても3人で突っ込むとか、有利だからこそ落ち着く。何もできない奴がいるんだったら本当にもうゆっくりゆっくりこうで、そいつが。そういうのがなかったらまあ別に行ってもいいけどって感じなのかな。あとは言葉で詳しく説明できるようになるといいな。まあそれはそう。まあマジで難しいけど、俺もできないけど。ピンできないシチュエーションとか、ピン見れないシチュエーションとかあるから、言葉で伝えて、言葉で聞いて頭の中で理解できるような言語化。とりあえず。まあ、言語化だね。うん。あとよく分かってないときは、もうそいつがゆっくりっていう
で、それに従うぞ。分かってないなら何が分かってないのかもちゃんと言ってほしいな。なんかどういう状況なのかとかも聞いてほしい。苦はある、俺からしたら。俺はもう、まあ、デジ持ってるし、めちゃめちゃ木は焚きまくるから、それで見えないからとかどうこうは、俺はちょっとやめてほしいとは思っちゃう。木はもう、あるものだから、なかったらなかったで、ない立ち回りをしないといけないし。まあ、全然木は全然使っていいと思うよ。まあ、分かんないことがあったら、聞く。うん、分かんなかったら、とりあえずゆっくり、それに従う。何が分かんないとかをちゃんと、誰にでもいいから問いかけるのは欲しいかもな。うん。まあ、ファイトするタイミングで敵の位置っていうのはある程度把握っていうか、情報共有はしたいよね。ちょっとコミュニケーションだなぁ、やっぱり。うん、そうだね。そこは、ライバーっていうか、あとやっぱりコミュニケーションの方が上達しやすいよね、もうここまで来ると。それはそう。もう実力的にはもう変わんねえからさ。マジでコミュニケーション面だとは俺は思ってる、今のところやってて思うのは。多分コミュニケーション良くなればもっと多分お互いでやりやすくなるから、それこそ合わせやすいと思うし、今だから、う